私はクラウスのようなパイロットになりたいんです。グランドストリームは全てを拒絶する化け物よ。シルバーナでさえ大きな傷を負うし、バンシップは3分と持たない。怪物みたいな風に機体が悲鳴を上げて、負けたくなくて操縦桿を必死に押さえつけて、よし、この距離ならなんとかなる。一気に蹴りをつける。増装落とすからそれを撃って。ルチア、時々私へと流れてくるこの感情は何？愛しいのに心が痛い、胸が苦しい、こんな思いがあるの？溢れるように私の心に伝わってくるこの思いは、これは一体何なの？ルチア、ルチア、さっきの気持ち、愛しいのに心が痛い、胸が苦しいって、この思いは一体何なの？私も忘れない。忘れたくない。でも、それ以上に忘れちゃいけないこともある。カイは私が守るから。絶対、絶対守るから。サヤ。お願い。カイは優しすぎるから、私のことよりもっと自分を大事にして。カイは私みたいに傷が治ったりしないんだから。悪い。そうだな。ナンクルナイサ。カイの教えてくれた魔法の言葉。水玉のリマージョンよ、ネビリル。きっと奇跡が起きる。ダメ、アムリア。何が起きるか。強くなりたい。強くなりたいのよ、ネビリル。わかるでしょ、ネビリル。私たちならできる。リモネ、長老様が呼んでる。うん。来たんだよ、今日。アイラとハンナが。今年はもう、一緒にロンシャへは行けないと思っていたわ。誘ってくれてありがとう、レオン。ねえ、レオン。え？あなたは全てを失ったわけじゃないわ。そうでしょ？だって、おかしいじゃん。三人だよ。三人も続けて自殺するなんて、そんなの、ありえないよ。めぐみ、私は絶対死なないって言ってたのに。はい。ニットキャップでしょ？マフラーでしょ？それからミトン。全部お揃いだよ。どっちが使ってもいいように、ジュリとマリ、二人の名前入れといたから。これ、ジュリが一人で編んだの？うん。マリのために。恨みを込めてね。リョンを死ね。ここで死にたくなければ、それを渡せ。渡す気がないのなら殺すだけだ。リョンモンが現れる。ユンユクはこの場に存在しないのか。まこと、今熱く熱く燃えてますから。沸騰してローチャくらい平気です。何かあったの一体？え、春の常味の歌会の歌い手に選ばれたのですよ。嘘？本当？はい、さっき学園長から正式に任命されたであります。常味の歌会の。はい、犬飼誠精一杯務めるであります。フォルツァであります。アイドルは機械なんだ。痛みも感じない、辛いなんて思わないんだよ。でもただの機械じゃないわ。アイドルには心が。だったらミスすればいい。君の好きなアイドルのために。お姉ちゃん、僕がいくらうまく操縦しても褒めてくれなくて、アイドルの方ばかり見てて何も言わないで水瀬や天海を入れるし、二人の言葉をただ黙って聞いているし、僕ちゃんとやってきたのに、お姉ちゃんの代わりに、なのに、頑張れ、キリコお姉ちゃん。ねえ、次は私たちとゴム飛びしよう。まあ、ズルばっかしてると幽霊モノレールに連れて行かれちゃうんだからね。我が名はミハイル・ハーレー。星と英知の名のもとに我らが恩敵八神一馬を打ち滅ぼすものだ。星と英知の名のもとに。ああ、君は確か我が偉大なる主に縁があったんだね。星と英知の名のもとに
我はただ真実のみを追い求めん。クラスのためでしょ。吉野さんが出場なさるなら私も出ます。リレーの選手決めるとき吉野さんに偉そうなこと言ったのに、クラブ対抗リレーで足を捻挫したなんて。もっと攻めてよ吉野さん。陸上部のくせに役立たずって怒ってよ。そう、攻めてもらった方がよっぽど楽だわ。リボルバーソード、ちょっと使い方は難しいんだが、優雅な我々英士の獲物だ。こいつは殺傷兵器だが、使い方次第で人を傷つけずに無力化することもできる。そこが大切なんだな、これが。だから最強の兵器も我々は持つ。だけどできることなら殺したくないのさ。どうだ？わかったかな？パパのお花、いっぱい咲いてた。ママ、いっぱい、いっぱい。パパはこのお花がとっても好きだったのよ。僕やママより？お手模様です。悪いのは夏。森山くん。あれ、お前の弁当だろ。パン買って返すから、好きなの選んでいいぞ。え？こいつの分もと思って、余分に買っておいたから。ボテ、一人で買い物行ってみるか。祭りの時も一人でできたしな。どうする？うん、うん。そうか。じゃあ、お使いと、ボテの好きなものがあったら、ついでに買ってきていいぞ。知らぬ焼け野と申します。よろしくお願いします。まったくひどい誤解だ。私は断じて悩まし番長などでは。悩まし番長最強。悩まし番長最強。うるさいぞお前たち。世界がぐるぐる回って、悩ましい。友達いっぱい道を流すみ。私に言うの割り踊り。私は私は知らぬ焼けの妖精。うるさいもじゃもじゃ。私のお兄様はそんなもじゃもじゃしてないでしゅ。もじゃもじゃはあっち行け。ピー。悩ましい。私、中西彩香、東京の下町に住む12歳の小学6年生です。ダメ、川はダメ、川へ行っちゃダメ。川へ行ったら死んじゃう。青木先生って何歳？じゃあ今日からリンが先生の彼女ね。は？だって先生に裸見られちゃったんだもん。追い出したりしないでよ。え？大人はすぐ嘘つくし、誰かを平気で傷つけるし、平気でひどいことするし。ひどいこと？動物を大切にしましょうって言うくせにすぐ殺すじゃない。ありがとう。まこちゃんの顔色が信号機のように変色していくよ。なるほど。またまこちゃんになりたいんだ。はるかちゃんたちを罠にかけるために。バレなかったの？まこちゃん。ああ。まこちゃん。またまこちゃんの顔色が信号機のように変色していく。ぐずるから連れてきちゃった。翔くん、みゆきとデートがしたいんだって。なんか海外で珍しい爬虫類見つけて日本に持って帰ろうとしたら、なんとか条約に引っかかってそのままペットと外国暮らしって感じかな。さっきはすみませんでした。ご主人様大丈夫ですか？あの人形さんたちは一人でどこかに行っちゃいました。怖いですね。きっと呪いの人形だったんですよ。なわけあるか。どこへやった？私は快適な職務環境のためにいらないものを処分しただけです。ゆい、私だけの名前、ご主人様がくれた私だけの。